ダークテリトリー軍を分断して格好撃破すべく、遊撃部隊は暗黒の地を南へと進んでいた。そこに敵軍から出撃した剣闘士部隊が襲いかかる。彼らは真意によって鋼の刃を弾き返すという恐るべき技を身につけていた。次回ソードアートオンラインアリシゼーションウォーオブアンダーワールド第9話、剣と剣。